大家好，今天是拍我著名新片第三集，今天乃木坂46在这里演出，他们给我们特别允许拍后座。这次我们采访的主人公是日本顶级偶像团体乃木坂46的两位成员。对他们，对他们，对。あの昨日お話ししてた竹内さんです。あ、はい。もう食べ終わった。終わりました。ありがとうございます。上海は2回目です。あ、そうなの。来たことあるんですか。はい、あります。前もあのライブで漫画展みたいなのにゲストで呼んでもらって、結構あの二次元がすごい好きで私。あ、そうなんですか。それでなんか。マンちゃんに行ったんだ。ああ、そうなんだ。はい、名前言えますか、自分の。松村沙友里。翻译对吗？你跟他说一下。松村沙友里。松村沙友里。他的发音不对，ごめんなさい。この人の発音もダメなんです。関東人だからダメ。你让广东人沙，他不会说沙。他的发音。沙友里沙。这边这位是我们今天的另一位主人公。あの中国に住んでるドキュメンタリーの監督で、はい、よろしくお願いします。中国何回目ですか。初めてますね。そうなんですか。はい、一人でなんかロケとかも行かせてもらったり。はい、僕なんかねテレビで見たことある。あの少林寺のそうです。少林寺学校でそうそうそう歌ってやつや。そうそうそう。でも中国語ちょっと喋れるんですよね。勉強してるんですよ。我是中原真夏。哦，他的发音不错。我很开心。嗯。我是可爱。我是可爱。我是可爱。我是真的，我很可爱。我很可爱。啊，是是是是，对，你很可爱。秋元真夏和松村沙友里，两人作为乃木坂46的人气成员，七年来和团队成员们一起努力，走到了今天。团队也从起初的默默无闻变成了现在日本最具代表性的女子偶像团体之一。まだ乃木坂を知らない中国の人にグループの魅力を案里してください。乃木坂46はですね、4期生も含めて48人いるんですけど、その48人が全員本当に個性が豊かで、たくさん自分の好みあると思うんですけど、絶対に当てはまる子いるので。もうまあ例えば真夏さんは人間のゆるキャラって呼ばれてます。それいいの。本当に可愛い。いつ見ても癒される。自分は何ですか。残したもの全部食べます。綺麗に食べてくれます。あなたが小食なら私に任せてください。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。12月初，乃木坂46来到上海举办演唱会。节目组获得了跟拍两人3天的机会，两人表示想去看看观光景点以外的中国，于是导演带着他们朝上海郊区的某处出发了。中国のファンから何て呼ぶ？サイリンゴ。サイリンゴ。中国語のあれはないですか？ピンゴゴンジュ。ピンゴゴンジュ。ピンゴゴンジュは私が押し出してるけど、上手。応援に押し出してる。まだ言ってる人見たことない。呼ばれたことない。そのアニメでしょ。電車の趣味は何ですか。趣味何なんだろう。最近毎日メンバーに趣味何って聞いてるよね。毎日聞いてるなんか料理とかもすごい好きだし、ドラマとか見るのも好きなんですけど。どういうドラマですか。恋愛ドラマ。恋愛ドラマが一番好き。あ、そう。出たいとかあるんですか。ドラマ見てたいです。か、急に何かのヒロイン来てもいいんですけど。やりたいじゃん。やっぱちょっとやりたいちょっと憧れ。なんか失礼なこと言っちゃうけど、何でも聞いてよ。そう、何もない。外国の人が好きだなとか思ってたのが中国の人だった。ああ、違いますね。好きになった人がたまたま中国人だったっていう。その後に中国が好きだった。そうですね。
で一番最初に覚えた言葉はやっぱ怖いです。怖いね。やばーい。怖いな。いいな。怖い言われたじゃん。怖い。でも個人的に言われた。怖い。みんな言われたらどうするの？节目组来到的是一所大学，这次导演想让两位日本偶像与中国的在校大学生们交流一下。上海海洋大学。え、これですか？海洋大学。どれ？これ全部。全部ですか？街みたい。すごい。住みたい。え、これ学校？で、学校にこのなんだろう、なんか川みたいな。確かに橋までありますね。本当だ。すごい。何歳ですか？21。いや、若い。まず下だよ。え？まず何歳？13歳。そうだろ？嘘ばっかり言わないで。13×2。年齢は公開してる。ちょっと倍になっちゃった。してます。勝手にされてるんです。されてる、勝手にされてる。本当はしたくないんですけど。魚いる？いないです。魚はなんて言うんですか？中国語で。ゆいなかった。すごいまっすぐ白い、ね。面白い、すごい。道が長いです、これは。すごいね。綺麗、白い。あれ食べる？あれを食べる？ガチョウ？食べる。食べる？ガチョウ？普通に食べる。普通に食べる。そうそうそう、仕事のメニューにある。とりあえずウアラでしょ。ウアラ。首先带他们体验的是中国学校的食堂。これあれです。ガチョウ？それどういう料理なんですかね。揚げたガチョウにソース。なんか学食って思えない、なんかこう普通のお店みたいだね。プライベートで付き合ったりするんですか？めっちゃあります。めっちゃあるの。むしろ私はもうメンバーとしか遊ばないぐらい。なんか休みがやっぱ合わないから、みんなと。あ、この日空いてるみたいな感じになってメンバーとご飯行ったりとかが多いです。そもそも7年前は何でアイドルになられたんですか？私はずっと芸能人になりたくて、大学卒業したアナウンサー試験を受けようと思ってたんですよ。で、小学校の卒アルとか幼稚園のなんか将来の夢も全部アナウンサーって書いてあってなったんですけど、アナウンサー試験の倍率がすごい高いって聞いて多分無理だなって思って、その前にたまたま乃木坂のオーディションを見つけて、仲いい可愛い友達に勧めてたんですけど、その子が全然なんか見向きもしなかったんで、なんか私が急に思い立って写真だけ送ってみようかなと思って送ったのがきっかけです。なんかわかんないですよね。わかんない。本当に。でもまあきっかけはそのもともとポルノグラフィティっていうアーティストがすごい好きで、それがソニー所属なんですよ。でそれでめっちゃソニーミュージックのサイトはめっちゃ見てて、毎日のようにチェックしてたら、アイドル募集してますみたいな。でなんか全然そうで、全然なんかもうアイドルとか AKB さんとかも全然知らないけど、ちょっとなんか時間があって応募を普通に自分でこうやって写真撮って送ったら受かったみたいな。だから本当理由ないんですよ、正直。理由ないんだ。全然モチベーション違うんじゃないですか。違う。それなのによく7年も続けたね。いや本当それはめっちゃ思います、自分でも思う。あ、みんなも待ってて。あ、すごい、なんか待ってる。うん、すごい。あ、すごい。こんにちは。やだ、恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。大家好。すごい恥ずかしい。自己紹介やるよ、私たちの。2を教えてよ。大家好、我们是NIMBAN46。キャプテン強そう。部長ね。すごい強そう。マッチョ。我一开始入队的时候，我也是一个大胖子，通过自己锻炼吧。これ早い。すごい。すごい。本当だ。すごい。
我来玩，我来玩了个日式的空姐。哦，大変。楽しそう。あ、すごい。ここは大学の教室です。あ、勉強してる。綺麗。授業日曜日なんだけど。あ、確かに。何の授業なんだ。我们请校方帮忙召集了对日本文化感兴趣的同学们。なんでサイリウム持ってるんですか。すごいあそこで一人めっちゃゲームしてる女の子。なんかゲームしてる。あの子は興味ないね。荒野行動かな。あのアニメが好きですか。おお。え。人生で一番おすすめなのは日本のコードギアス。コードギアス。ルーシュ。ルルーシュ。推薦です。でも今やってるやつはあの転生したらスライムだった剣。对，现在。哦，天使啦！回家的路上想要聊几句啊？对，能。回家的路上想绕远路。哈哈哈哈哈哈！回家的路上。今日ね、日本語能力試験の日なんですよ。日本語勉強する人はみんな多分今頃どっかでテスト受けてるんですよ。お二人にもぜひ受けてもらおうと思います。日本語能力試験、負けたら罰ゲームがあるらしい。两个日本人尝试挑战日语能力测试。日本の漢字を書きますか。線の部分を同じ漢字を書いて。ここら辺全然わかんないんです。私わかります。難しい。難しいよね。ここだけすごい難しい。3、2、1、0。終わり。終わり。難しい。合ってる数だけ言います。ピンゴ50、62。秋元さんは65。おお。次は秋元さんです。やったー。这是一种非常有名的饮料，叫白花蛇草水。听说味道让人无法接受，对身体倒是相当好。乾杯！いただきます。啊，匂いがもうやばい。这是个表情包啊，痛饮一杯苦酒。与大学生们的交流就先到这里了。11月30日，正式公演的前一天。主办方召开了记者见面会。我们是上海はすごい歴史のある建物とあと近代的な建物がすごい街の中にたくさん入り混じってて、なんか新しいものを取り入れるのがとても上手な方が多い街なんじゃないかなっていう印象があったので、そういう街でライブをして、この乃木坂46もたくさんの人に受け入れてもらえたらいいなっていうのをちょっと期待していきました。彩排開始了。尽管在日本，乃木坂46已经成功举办过多次50,000人的公演，但是面对这次只有10,000人左右的海外公演，秋元还是有些忐忑不安。どれぐらい乃木坂知られてるのかなっていうのは私たちまだメンバーも知らないので、お客さんが入るかどうかがちょっと不安でした。はい。国が違っても距離がなんか遠くならないように。
上海の人ともすごくコミュニケーションをたくさん取れるようにできたらいいなと思ってます。终于到了12月1日公演当天，大家会来看吗？两人的不安最终被证明是不必要的。从哪里来的？啊，是广州，广州，广州来的。广州啊，雷猴，雷猴，雷猴。从哪里来的？啊，澳大利亚，澳大利亚啊，墨尔本。为了今天的演出，从澳大利亚来的。啊，我下学校请假了一周，然后从墨尔本飞过来。演出前的晚餐时间。まだ食べるんだ。まだ食べるんですか。まだ食べるんだ。上面吃的挺多的。中国菜很好吃。萌え系ですね。中国菜。中国菜很好吃。吃。啊，そう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 。そう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 。OK。不错。バカにしたみたいな顔。それだけですか。なんか今日ずっと食べてるんですよ。あ、そうなの。時間ができたらずっと口に物を入れてて、さっき衣装着たらきつくて。食べ過ぎじゃんそれ。中華料理で食べられないもんないですか。でもないですねあんまり。あ、そうなんだ。食べ慣れない人結構多いんですけどね、日本の人は。まあ僕は住んでるんで、何でも食べれますけど。何がおすすめですか。おすすめはヤンシュエさんにスータンっていう鴨の血のあの春雨。本当ですか。怖いな、ちょっと怖い。やっぱ血とか言われると怖いですね。あんまり。おお。わあ。うお。うお。这么多。哇。这就是粉丝们做的吗？超多。那个中国的粉丝们真的很热情。我要感动死了呢。这个他们肯定感动的，南方他们也肯定感动。何勉強したの？チーズサラダ。吃饱了。吃我吃饱了。对。まだ食べてんの？ごちそうさま。他吃饱了。过了五分钟。Chinese practice。Okay。么么哒。おお、すっげえ。準備。頑張ってください。まだ食べる？まだ食べるの？これデザート。他还吃啊？对啊。準備你走。各位成员即将登上舞台。海外初ライブっていうことで、みんな多分まだ不安なところもあると思うんですけど、多分みんなが楽しんでたらお客さんも楽しんでもらえると思うんで、怪我なくみんなで頑張りましょう。はい、せーの、ノーユー、せーの、ウェブ感謝、笑顔、うちらの曲のブルドラ、フォーティシー。お腹いっぱいになった。中国語吃饱了。饱了。吃饱了。吃饱了。緊張してます？ No 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 緊張。I'm 開始。頑張りまっちゅん。頑張りまっちゅん。与自然轻松的松村不同，秋元神情专注。两人形成了鲜明的对比。上海，会いたかったぞ！思いっきり楽しんでいきましょう！真夏！
皆さんのハートにズッキューン。シェシェモチモチパイルモチパイル。大家听得懂吗？他刚刚在说什么？お腹いっぱいって言いたかったの。我吃饱了。我吃饱了。可愛い。可愛い。好的好的。OK。谢谢。真実の叫びを聞こう。さあ、こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。もうもうもう。どうでした今日は。チューバー俺間違えたね。あーチューバー練習して教えて、何回も教えてもらったのに、なんか変な言葉になってないですか。よかったよかった。今まで 30曲ぐらいずっと出ずっぱりって最近ないんですよ日本では。だから今回ねちょっとみんな体力が心配で、ね、でも全然本番始まったらね、なんかもうテンションがすごくて、今すごい早く終わっちゃった感じがするぐらい、ファンの人の熱気がすごくて、それに乗ってたらもう同じように元気出て、なんか全然疲れてる感じがないですけど、なんかハイになってるんですよ。で楽しかったが強くて、ダラダラ汗ダラダラで来るのかなと思ったら、そんなことないし、まあ、なんかまた違うよね、うん、日本でやるとめっちゃ早口ですか。やば大変。なんかすごい喋ってるよね。すごい喋ってる。なんか異様に喋ってる感じがするんですよ。ライブの後普通に喋んないんですけど、いつも。そうなんだ、興奮してるんだ。なんかテンション上がっちゃってますね。シンクラ、シンクラ。出口。出口言わないから。え、そうなんですか。すぐ出口って言うで、だから本当言わないです。あ、そうなんだ。出口ってもう本当に出口って感じなんだ。そうなんだ。そんなこと言わない。こんな軽いもんじゃない。軽いもんじゃない、出口じゃない。不好意思。不好意思。不好意思。覚えた、また。覚えた。シンクラ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 。刚才就是看演出的时候差点哭了。你哭了，真的真的非常感动。因为也有很多日本人的粉丝，一万个人当中一千个日本人一起嗨起来。我看到这个场景的时候真的非常感动，虽然他们语言不通，但是一起分享奈木坊跳舞和唱歌嘛，所以偶像的力量真的很厉害。最后一天，在驶向机场的车上，皆さん質問ありませんかって、そしたらすごいたくさん来て、その中の一つがすごい悲しいコメントがあって、上海ここね、今ここにいるんだけど、一番遠いところから来てくれた人3名のファンがいたんですよ。来たんだけど飛行機遅れてしまって、着いた時にはもう終わってたんで、ごめんごめん。もうチケット買ってね、相当飛行機も高いですよ。ジミーニフィートさん、ブーハオイス、そんな軽い、それブーハオイス、ブーハオイス、ブーハオイス、シェ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 。だから次いつやるんですか、中国いつ来るんですか、いつ来るか分かんないけど、僕のとこに来た質問のほぼ全部9、8割くらいが次いつ来るんだっていう質問でした。よくその中国のファンの方とかが日本に来た時にライブやってよとか言ってくれるのに、なん
か、あ、行くね行くねみたいな感じで返してたんですけど、今回こうやって単独ライブできたことでちゃんと来るっていうのも叶えられたし、中国のなんか第一歩目っていう感じですけど、乃木坂っていうものをもっと知ってもらいたいなって来てからより思ったので、私たちも積極的にこっちに行こうして、距離が近いアイドルだなって思ってもらえるように頑張りたいなと思います。微信搜索何之梦客服，点击左下角视频按键，成为何之梦世界村的一员吧。点击我住在这里的理由栏目，能看到更多我住的精彩内容。这集的抽奖是这个。